皆さんこんにちは、シンガーソングライターの杉村翔輝です、今回の動画は、まあちょっと言いたいことがまとまってないですけど、皆さんに、ご報告と、あと、なんか、お話ししたいなと思って、動画を回しました。まあ今日、ギターを、買ってきたんですね。で、10年前に買ったギターを買った時の気持ちと同じ気持ちになったんですよ。今日ギターを買ってきて。僕の今のチャンネル登録者数が100人ちょっとと。この中には、前のバイト先の店長だとか、僕がよく行く歯医者さんの先生だとか、身内、同級生、いろんな人がいるわけですけど、チャンネル登録して、フォローも外さずにずっと、まあ、僕を知っていてくれて、待っていてくれて、僕は、それもあって、あの時のその気持ちを思い出して、なんかアウトプットしたいと、思いました。久しぶりに。なんか今までなんとなく曲を作って取りだめてたものも、アウトプットして、これから今日買ったギターで再出発しようと思います。今日ギター、今日買ったギター、また、どんなギターを買ったかっていうのは動画にいたしましたので、お楽しみにお待ちください。それで、もう一つ、なんでしょう。その、僕が、まあ、活動が全然、やらなくなって、ひたすら練習しての繰り返しなんですけれど、弟たちと、ゲーム実況、1年前にちょうど始めて、で、それが、まあ、僕の活動の中の一部でもあって、そのアウトプットの一部にも、なって、で、最近すごく楽しいなと思ったんで、ぜひ、ここで紹介させてください。概要欄にチャンネルのリンクを貼っておきますので、ぜひ、チェックをお願いいたします。きっと楽しませるようなコンテンツになってますので、ぜひ見ていてください。で、楽曲をずっと待っていてくださった方、お待たせいたしました。待たせてすいませんでした。楽曲もどんどんなしていきますし、ギターとか音楽に関係の動画も、いろんなメーカーさんのご協力あって、今取りだめている最中でございます、どんどんアウトプットしていきますし、ライブ配信もしていきますし、リアルの、ライブもしていこうと思いますので、ぜひこれからも杉村翔輝をよろしくお願いいたします、こんななんか粗末な動画になってしまってすいません。この今ここにあるこの気持ちをなんかすぐアウトプットしたいなと思ったんで、すぐ動画にいたしました、これからもよろしくお願いいたします。